さあ、皆さん、こんにちは。ノッツォでございます。ということで、今回ですけど、こちらの作品やっていきたいと思います。脱出ゲーム、茜色の部屋ということで、こちらね、前回、瑠璃色の部屋から脱出みたいな、そういうタイトルをやったと思うんですけども、そちらを開発してる方と一緒の、ゲームでございますね。ということで、続編みたいなのが出てたんで、やっていこうかなというふうに思います。行きましょう、スタート。前回のやつはね、この動画の概要欄に貼っときますので、よかったら見てください。あ!ヒントみたいなのあるかもしんない。あ、ヒントあるわ。来た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 。前回ね、ヒントなくてくっそ難かったんですよ。うん、理解するのに時間かかったんで、でも今回も多分ヒント見ずにやるのは多分きついと思うんですよね。だからバリバリヒント見ていきます。その辺ちょっとご了承願いたいなというふうに思います。あ、普通に茜じゃねえの茜色じゃねえじゃないの違うのま、一回調べてみるか。茜。あ、できないな。まあ、ヒントがあるから、まあ、今回はそんなに、時間がかかんないかもしれない。トンボ、1、2、3、4、5、7。1、2、3、4。わー、ポストとこのトンボが、あれか、対応してんのか。多分。し、うわ、これな。あ、待て待て待て、なんかパズルみたいな。わ、巻物できた。巻物出てきちゃった。なにこれ銃チャッカマン来たチャッカマン。これは頭気の避けたかい。えタヌキタヌキなんか意味があんだろうな。なんか前のなんか、そのフリックのあれだとかさ、アルファベットがどうのこうのとか。ちたちなちす、あと、数字かこれ。あ、ああ、なるほどな。たちだから、多分2行とかそういうことじゃない ?2、一回やってみよう。たは1、なも1で2、すは3だな。あ、違うな。1、2、3、4、5。え、1、2、3、いや、8あんだよな。ちょっと違うってことか。どういうことやろう。なんか要は前回赤サタナーで1234やったから、普通にタチとかで12でな、なも1、チーは2、スーは3、2は2、なーは1、トーは5とか、なんかそういうことなんかと思ったけど。あ、でも9まであるな。なんじゃろな、これ。あ、それか、この同じ行のやつは一緒にするとかかな。1、あ、なんかそれっぽいね。これ。8は同じ行なんですよね。チーターだから。だからこれで一括りにするじゃん。1。で、なー、に、3、4。で、なーにーで1と。だから、1、2、3、4、5、6。そうやって分ければ、6になんねん。うん。単純に足すかな。たち、ちた。だから3とか。これは3とか。チートタ。いや、わかんない。足すのか足さないのかちょっとわかんないけど、やってみるか。普通は3やろ。で、なーにーは、1と2で3か。で、とーは5や。まあ、違うよな。そんな。そんな。たち。そんな簡単なことじゃないよな。じゃ、ちょっとこう、後回しにして。タヌキ、ケムシ、なんか、ここ、まあ、テイストがさ、おい、ちょっとなんか、虫に、ケムシ、ネズミ、タヌキ、可愛くない?普通に。チャッカマン、まさかの。あ、なんか、柿取れた。柿が5個。これ、わ、なんか、トンボっぽくね、これ。違う?なんか、針をこうし、あ、でも、あ、トンボこれだ。
待って、これポストのことなんだってさ。7時、7:50。違うな。これ時間なんかな、これもしかして。トンボ。これもトンボなんだよな。トンボ。あ、7いけんだ。ってことはなんかアルファベットの意味があんのか、これ。いやーもうさ、やばいわ。もうピンときてないっていうところ。ちょ、ヒント見ていい？ヒント見ていい？見る。ヒント1見よう。タヌキ、ケムシ、トリーマウス。タヌキ、ケムシ、トリーマウス。あー、鳥居ね。タヌキ、ケムシ、鳥居マウス。タヌキ、ケムシ、鳥居マウス。あー、なるほど。これ、タヌキだから。タヌキはもうこのまんまで。で、その次に来る頭文字ってこと。ケトマってこと？ケトマ？でも、マウスなんだ。ネズミじゃなくて。え？だから、タヌキから始まって。空調酒。ちょっとね、むずい。タヌキから始まって、どっち回りで行くかによるような。まあ、一回、トマケにしよう。トマケ。トマケにできるのはトマケにしてみよう。あ、トーあるわ、トー。まあまああったな。トマケ。トマケじゃない。ってことは、ケマトでやってみよう。ケマト。違う。これだろう、でも。ヒント2は。あ、トンボのやつだ。あ、など、4つの課題があって、それぞれヒントがあるってことやな。タヌキ、ケムシ、鳥、マウス、タヌキ、ケトマにしてみる。順番の法則性がわからんな。遠間にしたけど。あかん、わからんな。牡蠣置くとか。この、チャッカマは何これ。テレビも関係ない。爆破すんのかな、今回も。燃やしてかかる。あ、なんかここに、あ、これ、あれか、俺のディスプレイの汚れか。汚れだった、普通に。やーべえ、積んでるぞ、これ。何一つわかんねえ。この巻物。これがタヌキってことなのかな？あ、待てよ。頭巻き、竹高い。タヌキの問題なんだよな。あ。た。頭。たき。あー、硬すぎんだろうな、頭がな。全然理解できてないんだけど。やばいな。まあ、わかんないけど、でもね、ヒントとこれ、まあ、これか、これがまあ、要は、このタヌキの、あれだと思うんですよね。タヌキの、ここなんだと思うんだけど、
ちょっとピンときたのが、タヌキ、ケムシ、鳥、マウス。なんか、タヌキとケムシはさ、タヌキ、タを抜くみたいな。ケムシは、ケ、ムシ、ケを無視するみたいな。でも、鳥とマウスがわかんないんだよね。わかん、鳥で、なんかある。まあ、でも、ネズミじゃなくて、マウスにしてるところは、マウスだから、マを薄くする、まあ、要は消すってことなんかな。だから、タとケとトとマを抜いてくんじゃねえかなと思ったんですよね。タとマとケと、あ、と、タ、タ、タと、マ、タ、タとマと、タとマとケと、トか。トはねえんだよね。だから、タとマ、タートマを抜く。タートマを抜く。まあ、そもそもタヌキとケムシをまず抜いてみるか。タヌキとケムシを抜いてみよう。タは抜いてケを抜くんでしょう。あまきのさ、た、か、い、なわ。で、全部抜くかね。マウスも抜くし、だからマーも薄くして、鳥も、なんだ。鳥も、鳥、てかこいつらの文字を全部抜くとかかもしんないよな。単純に。だから、あ、き、の、さ、けたは鳥た、けた、た、たぬ、たは抜くもんな。さ、けた、さ、か、いは鳥にいが入ってる。なは、あ、秋の魚はって書いてあんのかもしんないな。たぬきはた抜く。マウスのウスはマウスくして、まあ、結局、な、要は言い方が違うけど、取り除けってことなんだよな、多分な。いや、まあ、まあ、やってみるか。さんまや。さんまなね。超むずくないそれ。あ、ドンドンドン来た。ちょ、これパッカーンって割れることあんだこれ。で、すんごい中華包丁みたいに来た。これか。あ、ドンドンドン来た。シャキーン来た。で、鍵ゲット。この鍵がないと次の問題いけないってことか。なんか紙、ま、な、わ、フォーク属性みたいな感じか。うわ、これ炙るんちゃう。そうだよな。あ、おん、あー、これか。あー、なるほど。ドレミファソラシドって感じね。ちょ、これわからん、俺。うわ、電池いる。この巻物はもういらねえ。ちょっと待って、ドレミ、これ、わかんない。音階は、音階っていうか、わかんないんだよ、俺。音階。なんていうの、これ。調べんとわからん。音階。音階ね。音階表みたいな。ちょっと、音階表みたいな調べる。音階表。音階表。音階表調べて。その知識がねえと、きついよね。普通に考えて。ドレミのドだったら D とかってこと。これ確かさ、ここのやつってさ、アルファベットだったんよ。どれ、れ、れだったら何？どれだ、どれだった？まあ、ちゃんとアルファベットになるように設定はされてんだろうな、これ。あ、全然あの表が出てこないけど、なんだこれ。教えて。ここにあるやつ。ああ。ど、ああ、なんかさ、調べるとなんか C とかなんとかとかなんか書いてあるんだよ。それだな、多分これ。ここにあるやつね。1、2、3番目やもんな。1、2、
これ、ラーらしい。ラーで A らしい。ラーで A。ラーで A で、これね、ミーで E。合ってるかわからん。ちょっと、マジで、なんか、音階表、ちょっと見てほしいな。音階表でなんか出てくる。これね、なんかちょっと違う。どうらしい。どうで C。どうで C。どうで C。で、ここにある微妙なやつは、ソーで G。なんかいけそうな気がすんな。G。で、ここにあるやつはさっきと同じだから、C か。で、ここにあるやつは、バー。で、F。F。F。で、これは2番目と一緒。E。うわ、来たー。なんかちょっと音階表みたいなのちょっと貼っとくかもしれない。貼っとくわ、音階表みたいな。で、紙みたいなゲットする。うわ、またこれか。で、なんかリモコンみたいなのも出てきて、これはなんだ、どこで使うんやろ。あ、テレビか。テレビや。テレビ、トン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 。おーん。あー、時計のやつか。1は3214。うわ、なんかめんくせえなぁ。何これ。これ。1と11、10を、1は3219。なんだっけこれ。なんかあったなそれ。なんかルートなんかあったよね。ちょっと覚えてねえそんな。積んだってことつまり。俺ヒント見るか。これは終わった。ちょっとこれのヒント見とく。ああ、 ABC 表記だって。そういうことか。ドレミは ABC 表記。なるほどね。このヒントすごいヒントやな。これ見ようぜ、ヒント。分度器。あ、そういうこと？3、2、1、4、1。これ一時の場合だったってことか。時の場合だったら、それちょ、分度器って言われてもさ、全くピンとこねえんだけど。分度器だったら全くピンとこねえ。ちょっと分度器くれ、じゃあ。分度器くれよ。分、くれないとさ。分度器くれないとな。あ、でも、3030。これ、どん時が3030。あ、これ、体格、この位置3030なのか。9。015。うわ、ピンとこねー。全然ピンとこねえ。超むずくないこれ。あー、なるほどな。理解したかもしんないっすね。これ。やっぱ分度器は正しい。分度器の説明は正しくて、これを置く方向なんだよね。うん。
で、こうやって横向きに置かれてるから、要はこの90が、要は180。180が0スタートで、3で180っていう考え方じゃなくて、この12に0を合わせて、こういう感じの、こういう感じの横の、で、置くっていう考え方。だから12から0をスタートさせるってこと。で、こことここの間って30ずつなのね。わかるかな？だから、30、60、90。だから3のとこは90の角度なんですよね。で、120、150、180。という感じになっていくわけよ。だから、ここで言うと、まあ、時間で言うと、だから、これだから30。1時、30。だから、ここ30ね。で、一周するから、180、210、240、270、300、330。11のとこにあるのが330。で、ここにあるのが300。ってことになるんだと思う。だから順番的には、だから、短いやつから順にってことやな、これ。短いやつから順にってか、まあ、うん、そういうことやな。時間、分身、秒針ってことやね。うん。オッケー。で、おさらいすると、これ330。うん。330。で、30、270。オッケー。なるほどね。ってことを、それを踏まえた上でやっていくと、7にあるから、210か。どこやったっけ ?210、60、30か。210、60、30かな。210、60、30。ああ来て。あ、どうだ。またこれか。チース。法則性があるんだろうな。単に、チー。H に、そう。どういうことやろう。あれか。フリックの順番じゃないよな。フリックの順番ではないよ。前回の。アシス。法則性がわからん。SN に、遅いと。うわ、この紙を照らして最後に、結局これダイナマイトかなんか。またダイナマイトなんだろうな。ちょっとこれヒント見るか。11。ワンってことか。ワン。とのところのやつってなんだっけ？です。はい、ということで、ちょっと考えていろいろやってて、ちょっと分かったことがあったんで、それをやっていこうかなというふうに思います。まあ、このヒントのキーボードってのは超ヒントなんですよね。で、ここには書かれてないんですけど、まあ、数字とかのところにひらがなが書いてあるんですよね。まあ、急に、まあ、9だったらたとか、A だったらチーとかってね、ふうに、まあ、表記されているわけなんですよね。だからそれを踏まえると、だからチーのある場所は、キーボードで言うと A になるわけですね。だからそれでアルファベット、だからチーは A、数は何々、2は何々、E は何々、とは何々ってすると、なんか英語、まあ、単語ができるわけなんですよ。だから、単語はできるんですけども、だからこれは、ARIES ってなって、まあ、アリエスって読めるようになるんですよね。で、アリエス。で、この10は、アルファベットに直すと、CAPRICORN。ちょっと足りないんですが、これカプリコン。カプリコル。もうこの漢字でいくと、
12星座を意味してるらしい。で、1位だから水亀座ってことやな。1位、お羊座だ。お羊座、ヤギ座、で、12だから魚座ってことになるらしい。これね、PISCES になります。ピスケス。もうこれもう12星座の表で見てるんですけど、そういう風になるらしい。だからそう踏まえると、地位は、メモるわ。地位は、A。た、これさ、見つけんの大変なんだけど、ひらがなのやつまで覚えてねえんだよな、俺、た。たはどこや？たは9。たは9。え、なは U。ちは A。すは R。には I。なはなんだっけなは U。とは S。アクエリアスかな、これ。アクリウムス。あ。アクアリウス。水亀座なんだ。水亀座。え、でも数字に直すって何これ？あ、そうか、数字に変換していかないといけないのか。つまりどういうことや？数字に変換するっていうところまでは、あー、わかった。何月から何日まではってことか。なるほどね。この1のアクエリアス、アリエスは、3月21日から4月19日らしい。だから、この水亀座は1月の20から、やから、1月の21、20から、2月18までが水亀座らしいので、218。なるほど。そういうことか。来たー。今回、斧なんだ。これで脱出やろ。このパッカンしてんの気にせず行こうか。ガサ。あ、もう一回。何回？あ、もう一回。起きたー。来たー。脱出成功。これまた難かったなぁ。超時間かかったわ。なんかだからもう、そのアルファベット、まあだから、キーボードってヒント見えたときに、あ、そういえば確かにこの、Q とかのとこにひらがな書いてあるなってのを見つけて、で、それで、こう直してったら、まあアリエスができてきて、で、2文字目も、完成させたら、カプリコーンみたいな、出てきて、あ、これ12星座というか、まあ、要は検索して、それがどういう意味か調べて、そしたら12星座出てきて、まあ、そっから、トントントンと、行ったわけでございますね。もう調べたよね。さすがにね、もうわかんねえから、そんな12星座とか。そんな覚えてねえから、うん。ちょっと、僕がバカなんで、ちょっと、難易度高い。まあ、それは、前回のルリ色の部屋で、まあ、実感してたけど、超むずいわ。はい、ということで、チャンネル登録と高評価はお願いします。よいしょ。